ヘロー YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢重美です。今日は芝浦アイランドを走ってみたいと思います。芝浦アイランドは、まあ、水路に囲まれた、まあ、芝浦の島ですね。昔はここは鉄道の工場があったみたいなんですが、車庫というか工場ですね、ここの一帯が再開発されてタワーマンションや施設が立ち並ぶ場所になっています。結構昼間は屋形船とか、まあ、作業船とかそういうのが、まあ、停泊しているようなそういった、まあ、あの桟橋になってます。下水道局のですね、東京下水道局のポンプ場ですね、あります。ここの真ん中はですね、公園になってて、まあ、よくスケボーとかですね、まあ、あのいろんな人が楽しく遊んでます。もうすぐですね、ケープタワーっていう、一時期ナインティナインの方々がですねテレビ CM していたあの分譲マンション、あ、これですね、このちょっとテトラポットみたいな形をした、ケープタワーが横を通ります。港区って言われるようなゆえんの、まあ、ウォーターフロントの場所でですね、本当に水際の遊歩道がすごい整備されてるんで、まあ、いつも走ってて気持ちいいですね。まあ、あと本当に真上をこの真上をモノレールが走っていく。じゃあここからちょっとダッシュをねしてみましょう。ダッシュをね。いやこれね、走ってて気持ちいいんですよね。こんな感じの、まあアイランドの周りを取り囲む遊歩道がですね、ちょうどいいランニングコースになってます。そしてこれがケープタワーで、反対側にはね、いわゆる昔の、まあ、運河を利用していた頃のですね、倉庫類といった倉庫があったりして、こういう風にですね、海抜とかが書いてあったりするんですよね。海抜 1.3 メートルですから、まあまあもうすぐ高潮になったらひょっとしたら埋まっちゃうかもしれませんね。結構水鳥とかもいて、わ、今1匹潜りましたね。まあ、潜っておそらく餌を取ってるんじゃないでしょうか。また潜りましたね。まあ、このくらい川が住み着くくらい、まあ、実は結構綺麗なんですよね、この運河は。クリニックとかですね、病院とかが入ってる、まあ、建物もあったりします。幼児保育とか内科とか皮膚科とか、まあ、そういう子ども向けのですね、クリニックが入っている建物、あとはカフェが入ってたりするんでね、まあ、ここは普通に散歩してもとっても楽しいです。右手はですね、横浜方面からの高速道路と、あとはレインボーブリッジ方面からの高速道路の合流地点が、まあ、この先にあるような、そういった場所になってますね。ピーコックのスーパーがねあります。私もたまに利用しますね。だいぶ日が照ってきてね、ここから桟橋エリアというか船着き場になります。船着き場ですね。でここに船がクルーザー船みたいなのが止まってて、あとここはおしゃれなカフェになって、まあ、たまにねコーヒー一杯だけ飲んだりとか、まあ、駆け足しながら雰囲気を味わうために。あとね、この島は一周おそらく1300メートルくらいだと思うんですけど、ここで1200メートルですみたいな標識みたいなのもあるんですね。ですね、芝浦アイランドの中の方に入っていきたいと思います。これはさっきのピーコックですね。この道路をまっすぐ行くと、JR 田町の方に行く橋になってます。それではこの夕凪橋をね越えて、芝浦アイランドを出て、芝浦4丁目の方ですかね、そこからの江南、まあ、品川の方ですねまで行ってみようかなって思います。この辺り芝浦の4丁目の中心街っていう感じのところで、まあ、田町駅の南側に相当するような場所ですね。芝浦小学校があちらに見えますね。ね、すげえおしゃれなこの建物が芝浦小学校なんですよね。いや、なかなかいいですよね。もうすごい人口が増えちゃって、まあ、マンモス校で生徒の数がむちゃくちゃ多いらしいんですけどね。この目の前に見える橋、あれが東京駅からこっちの、
新幹線専用の品川の車庫に入る、もしくは貨物船が入るためだけの、まあ、高架線というか、まあ、車庫に入るための路線なんですね。港南地区が見えてきましたね。港南は港の南って書いて、まあ、品川駅の東側のことですね。まあ、結構ね、やっぱソニーのビルとか栄えてますよね。ここは左は駐車場みたいになってるんですけど、まあ、水に関する施設で、でその上が芝浦の中央公園っていうのが、まあ、あっちにあるんですけど、それの運動場ってことでテニスコートとかですね、そういうのが入った施設になってます。ここは新港南橋の、交差点ですね。もうすぐで、この方向があの品川駅になります。港南2丁目に来ました。ここですね、ここあそこ突き当たったところが、あれが品川駅になります。品川駅の港南口、つまり今東口ですね。じゃあ、 あの品川駅を背に向けて、ね、こっちの東側にちょっと進んでみたいと思います。港区はですね、どこ走っててもすごい運河だらけで、まあ、昔あのこの運河でいろいろ貨物を運んでたんでしょうね。だから港区なんでしょうね。東京海洋大学前で、目の前こちらが全部東京海洋大学のキャンパスになります。あそこが正門ですね。海洋大学を過ぎると見えてきました、ワールドシティタワーズの、マンション棟群、品川駅の港南口を真東にドドーンと約1キロ来たところにある、まあ、楽園の島というか、まあ、あの高級マンションですね。この物件はですね、あの共有施設とかあったり、中にいろんなのがあって、まあ、ここだけでも生活できるんですけど、一番いいのは目の前がこの広大な敷地の公園になっていて、この広大な公園が目の前に広がっていると、これがこのワールドシティタワーズの最大な魅力なんですね。砂場でね、空も綺麗だしね。公園を離れて、これから、芝浦アイランドにまた戻りたいと思います。前方ですね、あっちこの道をまっすぐ行ったところが芝浦アイランドですね。こちらですね、港区の清掃工場、あの煙突みたいな見えるのはあれが清掃工場ですね。ゴミ処理場です。ここは東京都の港湾局ですね。もう早速船が飾ってありますね、港湾局。五色橋ですね。ところどころこういう水門があってですね、東京都の東京湾の高潮から、まあ、港区を守るために設置されています。ちょっと寄り道してレインボーブリッジが見えるところに行きます。前方あちらにもなんか丸い輪っかみたいになってぐるぐる回ってる、あれがレインボーブリッジで、私このぐるぐる回るところがとっても大好きで、まあ、勝手にねレインボーブリッジのアルミサイルなんて呼んでるんですけど、アルミサイルっていうのはあのエヴァンゲリオンの第16章のあの丸っこい輪っかみたいなやつですね。あっちからこうぐるーって徐々に高さを上げながら、この辺はあのスタジオとか倉庫とかがある、まあ、場所で、あのレインボーブリッジを見上がるときにこう必ず見るあの三角形の あの横層の建物も見えますね。ここ港区海岸3丁目で、おっとプロペラスクリューが見えてきました。ここがですね、私の大好きな不凍公園です。不凍公園、ここはですねペンギンがいたりですね、まああのこの船で遊べたり、野球場があるんですね。ここはなんと、昔芝浦球場っていうのがあって、プロ野球発祥の地って呼ばれてるんですね。あのプロっていうのは要は職業野球、大正10年だから1920年くらいなんですかね、に初めて日本で野球で飯を食おうっていう人たちがここで立ち上がったと、そういう場所になって、それの跡地だと。だから地元の少年野球とかもね、結構ここでやってますね。芝浦アイランドに戻ってきました。じゃあ、あとはストレッチやって、腕立て150回、背筋150回くらいやって、今日は終わりにしたいと思います。それではまた。